今週のモータースポーツは F1 第8戦フランスグランプリのリポートです。河野さん、このサーキットはフランスのどの辺にあるんですか？はい、南フランスのマルセイユっていう町、あのそばにあるポール・リカールっていうサーキットなんですけど、ね、はい、実はこのサーキットはよく F1 のテストに使われるサーキットなんですけども、この5月にエリオ・デ・アンジェルスっていうドライバーが亡くなったサーキットではあるんですよね。はい、それが元でですね、はい、普段は 5.8 キロを使うコースなんですけども、今回は 3.8 キロに短縮されて行われたんです。随分短くなりましたね。はい、それからこのレースではF1 の空気の流れが分かるようなシーンがあるそうですね。はい、全体的な空気の流れが分かるっていうわけじゃないんですけども、はい、ストレートをですね、もう全開で走ってきた車からですね、エキゾーストの蒸気って言いますか、はい、エキゾーストの熱がですね、ウイングにこう白くまるで水煙を上げているように見えるんですね。そのあたりがウイングの形状だとか、はい、そういったものでどういうふうに流れていくかっていうのがちょっと分かるかと思います。ああ、割と興味深いシーンが見れるわけですね。そうですね。はい、それでは F1 第8戦フランスグランプリのリポートをご覧ください。フランスグランプリは7月6日ポール・リカールサーキットのショートコースを80周して行われ、ポールポジションは1周 3.8 キロのコースで1分06秒526の最速タイムを記録したロータスのアイルトン・セナ、2番手にはコンマ2秒という僅差でウィリアムズ・ホンダのナイジェル・マンセルが座り、3番手もやはりウィリアムズのネルソン・ピケが同じ1分6秒台でつけていた。レースはセカンドポジションからスタートしたマンセルがうまく飛び出して先頭をキープ。その後にセナ、リジェのアルヌ、ベネットンのベルガー、そしてマクラーレンのプロストといった順で1周目を消化していく。レースが始まったばかりの4周目でチェザリスの乗るミナルディがエンジンから火を吹いた。このところ F1 はターボ付きのためエンジンカウル内の温度が上がり、ちょっとしたトラブルから火災を起こすことがあるのだ。そして同じく4周目、2番手につけていたロータスのセナが1コーナーでオイルに乗りオーバーラン、バリアに激しく突っ込んでクラッシュしリタイアしてしまった。これで2番手は自動的にリジェのアルヌーの手に入る。さて、先ほど川野さんが語っていたストレートで見られる空気の流れ、リアウィングの両脇にはっきり見ることができる。レースは15周目、3番手に上がっていたマクラーレンのプロストがアルヌーを攻め落として2番手に浮上、トップのマンセルに狙いを定める。5周目、プロストの果敢な追い上げで背後に迫られたマンセルは25ラップをクリアしたところでタイヤ交換のためピットイン。これでプロストがようやくトップに立つ。しかしそれから11周後、今度はプロストがタイヤ交換のためピットイン。この間に再びマンセルがトップを奪う。レースも53ラップを消化したところでトップのマンセルが再びピットイン。タイヤ交換の間にまたもやプロストに先行されるが、しかしプロストとの差はほとんどなくテールトゥーノーズでプロストを追う。59周目、マンセルは第1コーナーでついにプロストを攻め落としトップの座を奪取。快調なホンダエンジンをポール・リカールのステージに歌わせる。マンセルはそれ以降も順調に周回し80ラップをクリア、今季3度目の栄光をものにした。そして2番手にプロスト、3番手には73周目にしてロスベルクを下したウィリアムズのピケが入ったのである。
その結果マンセルは38点とポイントを増やし、トップのプロストにわずか1点差に迫ったのである。またコンストラクターズポイントではウィリアムズホンダが1位と3位を占めたため、1ポイント差に迫っていたマクラーレンを5ポイント差にまで引き離すことに成功したのである。